はい、皆さんこんにちは。ちょっと緩めでね、なんかモヤモヤしていたソロループなんですけど、まあ、これ3度目4度目の正直ということで、今回、下のサイズね、2つを買ってきました。これ分かりますかね、6番7番というのをね買いました。8番9番で緩くてちょっとねいまいちだったんですが、まあ、今回はねこちらさらに2つのサイズを買ってきたということで、ついでにこの店舗で配布したサイジングガイドっていうのもねもらいましたんで、まあこれも試してみたいと思っています。はい、ということで私のアップルウォッチは基本的に 44mm です。で、今使ってるのはスポーツバンド、長い方のバンドをつけて上から2番目ということでね。で、まあこれでやってるとバックグラウンドで測る血中酸素濃度もまあそんな変な数値が出てこないという感じなんですけど、で以前はねこの3つ目で使ってることが多くて、まあ、これが一番私としてはねなんか若干緩めで好きは好きだったんですが、ちょっとねシリーズ6になってからこっちに変えたという感じですね。で、まあ実際ただねちょっとスポーツバンドでこの長さでやるとね、まあちょっと食い込んでねこう跡ができたりとかもするんで、まあ決してねまあこれでいいのかって感じもしますけど、まあ計測を優先しているという感じでございます。で、シリーズ6と同時に購入してみたこちらは9番黒が8番ですけども、で、まあこれについてはねやっぱりちょっと計測が甘かったというのもあって、ちょっとガボガボで、まあ、これだとちょっとね心拍数も心配になるぐらい緩かったというね感じですね。で、こっちは8番ですけども、で8番についてはまあ普通のバンドの観点で言うとまあまあな感じだったんですけど、ただやはりね計測っていう意味ではちょっと緩かったということで、特にこれでバックグラウンドで測った血中酸素濃度なんかが、まあ、ちょっとね低めに出るというので、まあ、この2つについては若干ね、失敗をしたわけですね。で、っていうのもねこの測り方、例えば巻き尺で測って、まあ、普段つけているような感覚で余裕を持たせて測ると 17.5 ぐらいだったんですけども、でこの数値を入れると、まあ、8が合うようですというのが、ね、出るんですよね。ところがね、それで買って緩かったんで、今度はね、ちょっとギューッと引っ張りながら測ったんですね。まあそうすると17センチ、あるいはもうかなり食い込んだ状態で、まあ 16.5 とかね、16.4 ぐらいだったってことで、で、まあその数値を入れますと、まあこのようにね、17センチだと7番が出たりして、で、かなり食い込ませて測った、16.5 とかをね、入れますと、まあそうするとこのように、7なんですよね。ただし1ミリ下げた 16.4 というのを入力すると、まあ、これがね面白いんですけど、6と7のこの境目ってことで、まあアクティブな方は6、毎日のゆったりは7というね、まあ、そんな感じのガイダンスが出るってことで、これ1ミリのとこでね境目なのがね分かると思います。で、ちなみに自分で印刷する場合ですが、 Mac でプリンターで 100% 指示で印刷すればね、この、まあ、ガイダンスとなるクレジットカード代っていうのもねぴったりで、まあ、問題ないみたいで、でこれはねお店でもらってきた、ウォッチサイジングガイドというやつですけどね、これなんかねこういうパッケージにちゃんと入っていまして、で中から出てくるのがねこういったやつなんですね。で、まあこれ基本的にはこの紙のやつと同じなんだけど、両面テープがついているのが特徴ですね。で、合わせてみるとこれ基本的にはもうね 100% 印刷とこの配布ツールは同じですから、まあこれ、まあ 100% で印刷すればね、問題ないってことがね、わかると思います。で、まあただこの両面テープがついているので、この手首のところにね、固定できるんですよね。で、いつもつけている位置にこうやって貼り付けて、で、まあこうぐるっとですね、測るわけですけど、で、私の場合はこれで測ってみたところ、まあ大体ですね、やっぱり6と7の中間ぐらいですね、まあ7寄りという感じなんですけど、ギュッと引っ張るとより6に近づくというね、まあそんな感じの寸法のようですね。で、まあこれ6と7の中間ぐらいですが、6に入っていくにはこのようにかなりね引っ張った感じで食い込む感じなんですけど、まあ最近ちょっと太り気味で皮下脂肪がありますからね、こんななっちゃうわけですけど、まあ巻き尺ツールともに6か7ということだったんで2つ買ってみました。で、まずはね7のサイズキプロスグリーンからいきたいと思います。
で、まあこれについては開封はもうね早回しにしちゃいますけども、結構ねキプロスグリーンって濃いグリーンなんですね。これなんかもう撮影上黒に見えるぐらいですが、まあこれ黒白と比べるとまあざっとこんな感じですけど、もうちょっと色は濃いですかね。照明強く当てています。でこちらはめてみたいと思いますけども、まあ、はめ具合はね基本的にあんまりサイズによって変化がない感じもしますけど、でつけた感じまあなんかねその適度に余裕もあって快適は快適ですね。でまあ食い込みもねないような感じですけども、まあこれ実際これで使っていけばまあなんか蒸れもそんなにはない気もしますけどね。うん、まあそんなんでまあつけるっていう観点では割と快適なのがまあ私にとっては7なのかなとは思いますけども、ただまあこの状態でこうやってグラグラ揺すると結構ね本体も揺れたりするのと、まあ、あとはこう指を入れるとまあ指1本ぐらいはねこう入る感じなんで、まあそんなにねきつくはない快適な感じなんですけど、で血中酸素濃度についてはこちら正しいポジションでこうやって行う分にはですね、まあ、重力で本体が密着するというのもある関係で、まあ、計測結果としてはこのように 100% が出たということで、まあ、これでは問題がないです。でお次ディープネイビーの6ですけども、でこちらも開けていきたいと思います。でこちら開けてみたところ、結構ねこれも色濃いんですよね。でこれ強い光当ててますから青く見えますけど、結構ね黒に近いネイビーだとは思います。でこれ面白いのがね、これ寸法の遠さだいたいね測ると5ミリ遠さぐらいなんですね。でところがねこの測定ツールは12段階で80ミリですから、遠さで言うと 6.6 ミリになります。 6.6 ミリってねこれ興味深いのが、靴のヨーロッパサイズの遠さと同じなんですね。まあそのあたりこの現物は5ミリ、測定ツールは 6.6 ミリと乖離がありますけども、まあ、これはおそらく伸縮性を考慮した設計寸法なんでしょうけど、ちょっとね面白い事実ではありました。でこれ6番ねつけてみますね。でこのつけ具合はまあねあんまりね8でも9でもまあなんか多少こう引っかかる感じは同じかな。でつけた感じ、まあ、このようにねやっぱりちょっと食い込みがあるかな、まあ、かといって指が入らないわけでもないというところで、うん、だからなんかねこれが正解のような気はしてきました。でこのようにね揺すっても本体がねずれることがあんまりないですし、で、まあ、ただやっぱねここのとこはちょっと食い込みがあるんで、まあ若干ね、見た目があんまり良くないっていう感じはありますけど、ただスポーツバンドでかなりきつめにつけるよりはまあ、快適さがあるという感じで、まあ、ちょっとね皮膚がまあ蒸れるっていう感じもありますが、まあ、スポーツバンドできつめでもそこは同じというのはねありますね。ただまあ7番のつけ心地と比べるとやっぱりちょっとね長くしてるときついなと感じるような部分はあります。で正しいポジションでの計測になりますけども、こちら測ってみると、まあ、これがね 98% 出てましたから、まあこの辺りもね特に緩いせいで低くブレたりってことは全くないみたいですね。で外すのもまあこんな感じで、まあ伸びるんでね、まあそんなに不快ではないというねところでしたね。はい、それでまあラフなポジションでの計測ってことで、この血中酸素濃度の計測って自ら手動で測る場合はまあもちろんねちゃんとしたポジション通るじゃないですか。ところがねなんか軽く安静にしてる時に勝手にバックグラウンドで測ることがあって、まあ、それがバンドが緩いとちょっとね低めに出たりするという傾向がありまして、で、まあ、今回ねこの7番サイズでほっぽっといたらやっぱねちょっと低い数値出たんですよね。はい、それで医療機器ので今 98% 出ている状態で、でこちら7番はちょっとねやっぱりまだね緩めな部分もあって、動くとずれたりもするんで、まあ、疑似的にこうずれたような状態を作って、まあ、計測をねしてみたわけですけども、まあ、バックグラウンドで測る場合は特にね安静を意識しないでという感じなんで、まあ、そういう感じで意識しなかったらやっぱね測定がうまくいかなかったりします。ちょっとね動きすぎたかもしれません。で引き続き同じように測ってみたところですね、でこれがやっぱね 95% ってちょっとね低めに出るんで、まあ、やっぱりねどちらかというと、まあ、この7番でもまだね緩いのかなという感じはいたします。今度はね6番のバンドです。97ぐらい医療機器の方ではね出ていますけど、で同じようにこの6番のバンドの方で、まあ、ズレがほとんどないやつで、あまりポジションを意識しないで測ってみたんですね。
で、そしたらね、結局ズレもほとんどないので 98% って出たんで、まあ帰りはねやっぱ少ないんで、実際その後つけっぱなしにしていて勝手にね測っている数値が、まあ、99% って、まあ、おかしくない数値が出てたので、まあ、やっぱりねきつめの方が問題は出にくいようですね。はい、ということでこちら私の場合はスポーツバンドで長い方を使って、まあ、上から2番目というね感じのだったんですけど、まあ、計測結果としてはこのスポーツバンドに近いのはこっちのソロループでいうと6番の方だったってことで、ただ付け具合の締め付け具合でいうと7番の方が近いのかなっていうね、まあ、ちょっとね迷う感じの結果とはなっていますね、うん、まあ、やっぱり6番ちょっときつめに感じる瞬間もぶっちゃけあります。でこれ面白いですよね、ソロループの場合8番でねほぼ全長同じぐらいなんですけど、まあ、やっぱりね伸びの関係があってそうはならないというねのがね確認できております。はい、ということでまとめますと、境目で迷ったら下のサイズを選んだ方がいいみたいです。そして巻き抱ツールともにきつめで測る。ただまあ計測精度というのは別として、装着感だけで言うと私の場合6よりも7の方が快適だったというのもねあるにはあります。で 100% 印刷でしている場合には配布ツールと寸法は全く同じでしたんで心配ないようですね。でただねツールとこの製品の等差っていうのはね、まあ伸縮性の考慮の関係か、差があるってことはねちょっと面白い現象でしたけども、であとはね着脱はなんか下のサイズでもね大きくてもあんま変わんないんで、まあ、そのあたりについては気にしなくてもね良さそうな感じはいたします。まあ、いずれにしても血中酸素濃度の計測については、まあ、アップルもね医療機器ではなくて、まあ、あくまでもウェルネスだとね言っているんで、まあ、そのあたりねバックグラウンドの計測は正しいポジションも取ってないわけですし、まあ、あまりね気にする必要はないかと思います。まあ、ちょっと気になる方はきつめのバンドでやるしかないってことですけど、まあこれなんかねうっ血なんかするほどきつかったら、まあこの健康って意味ではね本末転倒になりますから、まあそのあたり、まああまり神経質にならない方が良さそうです。ってことで、まあ私はサイズ選びちょっと手こずってしまいましたけども、まあ皆さんね一発で決まるお役に立てればいいなと思って、まあこういった動画を上げています。でちなみに店頭で聞きましたが、まあ、一応使用済みでも14日間の返品っていうのは効くは効くそうなんでね、まあ、私はこれレビューに使ってますから、まあ、この重大な瑕疵がない限りはね返品ってしないですけども、まあ、この、まあ、最悪、まあ、皆様の場合はですね、まあ返品してサイズを変えるということも可能は可能なようですね、まあ、そのあたり頭に入れて、慎重に選んでみてくださいませ。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。